します。任せてください。お姉ちゃんが特別な許可をもらったらしいけど、大丈夫かな。アガットさん、私もついていければ。それにハーメルだったら私もお参りしたいし。ピータさん、ミューゼちゃん、驚かせないでよ。あ、でもごめんね。そろそろ休憩も終わりなのかな。いえいえ、もう少しくらいはゆっくりしても大丈夫ですよ。でも意外でした。ピータさんもご存知だったんですね。静謐に満ちた悲しくも美しいあの場所を。安心してください。きっと機会はありますから。先ほどのたくましい赤毛の遊撃士さんと一緒にお参りできる機会が。
瀬ちゃんって。Thank you.
いいハーモニーだったね。うん、リズムもバッチリかな。私の番だな。僕の番だね。えい、今だよ。まただけ。うん、任せて。行くぞ。は。行くぞ。た。さて、先に進むとしようか。
先を越されちまいそうだな。しかしあの若いのが前から聞いてたやつだったとは。ない、まずはお手並み拝見といくか。うちのチビがどのくらい育ったのかも含めてな。依存はないで。ではい。
決める。排除する。俺の番だな。行くぞ。僕の番だね。行こっか。僕の番だね。行こっか。俺の番だな。よし、これで大丈夫だ。やはりそこに繋がりやがるか。
出直してきな。私の番だね。私の番だ。お宝みっけ。気に進むとしようか。排除する。
行くぞ。せっ、任せるがよい。トーン後期いただき。よし、私の番だね。せっ、俺の番だな。せっ、私の番だな。トーン、よし、相手が悪かったな。さあ、気をつけろ。行くぞ、突撃時烈火。私の番だね。排除する。チャンス。スキル。これで終わり。任せるがよい。俺の番だ。この野郎。私の番だね。マイ。は。よし、これで大丈夫だ。Thank you.
相手にとって不足はない。行くぞ、突撃時烈火。私の番だね。甘いよ。いくぜ。私の番だな。トーン攻撃、いただき。私の番だね。はっ、崩れた。スキル、マイ。はっ、崩れた。もらった。八葉一刀流、さすがだな。いえ、その銃剣の方こそ驚きです。Thank you.
言いようがないけどな。なかなかいい釣り場みたいだ。それかかったいい感じだな。よし、ゲットだ。それかかったいい感じだな。やった、大物だ。俺の番だな。私の番だね。任せるがよい。はい、俺の番だな。それかかったいい感じだな。まずまずだな。行こっか。それかかった。これは期待できそうだ。よし、ゲットだ。任せるがいい。はい、気に進むとしようか。一気に消し出すぞ。私の番だな。俺の番だな。一刀流やったね。
勝利やったね。お宝日記。出直してきな。
せろ。私の番だね。排除する。戦闘終了。相手にとって不足はない。私の番だね。排除する。お返しだぜ。お返し。俺の番だな。私の番だな。せい！行こっか。行くよ。崩れた。俺の番だな。はい。今だ。もらった。私の番だな。後期。まただけ。お返し。私の番だね。行くぜ。チャンスだ。八王一刀流。Thank you.
せい。はっ、畳みかけるぞ。排除する。チャンス。マイ。はっ、崩れた。お願いします、アガットさん。任せろ。はっ、八葉一刀流、さすが。速攻で行こう。排除する。崩れた。ダイラ、決めるよ。任せるがよい。せっ、俺の番だな。今だ。もらった。俺の番だな。終わりだ。行くぞ。うん、任せて。私の番だね。任せるがよい。せい。俺の番だな。せい。よし。顔を洗って出直してきな。あ、宝箱だよ。一刀流。
もらった任せて崩れたスキル俺の番だな今だ頼んだぜ了解だ任せるがよい私の番だね崩れたスキルこれで終わり我らを阻める者などやっぱりいるわけないね
突撃時劣化。やったな。やったね。やった。私の番だね。その程度か。勝利。はっ。はっ。いつでも行ける。その銃剣の宝庫と驚きです。
宝箱だよ。切り開くために、強そうなのがいる、気をつけないと。強敵だ、油断するなよ。せーの、任せるがよい。逃がさぬ。
崩したぞ。いただけ。よし行くぞ。突撃陣劣化。行くぜ。今だ。行くぞ。は今だ。もらった。させるか。甘いよ。お返しだぜ。お返し。俺の番だな。せっ。行くぜ。うん、任せて。はっ、や。油断したかな。私の番だな。やっ。ありがとう。甘いよ。行くぞ。トン。崩したぞ。いただき。行くぞ。はっ。私の番だ。チャンス。スキル。マイ。はっ。今だ。もらった。私の番だ。セイ。後期。いただき。我らを阻めるものなど。やっ。絶景ですね。ああ、それに豊かでいい森だ。ここがあいつらの育った土地か。Thank you.
どうしてだろう、こんなに悲しい風景なのに。綺麗だね。美しい村だったのだろう。この地に眠る魂が今は安らいでいる証拠かもしれぬ。そうだといいんだが。ま、あながち間違っちゃいないかもな。ヨシュアたち、さっき言った俺の後輩たちが一度里帰りしているはずだ。それで安心したのかもしれん。リベールの若手遊撃士の一人、帝国出身みたいだね。そしてこのハーメル村の維持というわけですか。ああ、他にもいたがそいつはもういねえ。結社の執行者ナンバー2、検定と呼ばれた男だ。その名を口にしていたこともあったな。そんなところでつながっていたなんて。ハーメルの悲劇、14年前村が焼き討ちにされ、実行犯はたちの悪い両兵崩れの犯罪者ども。そしてそいつらを使ったのは帝国軍の一部将校たちだった。え、なんだと。Thank you.
ズグズしてますの。待っていて差し上げますから、花を捧げてしまいなさい。あなたたちは。いや、それでは慎んで捧げさせていただこう。この折れた剣はあいつのか。ええ、魔剣ケルンバイター。名士より授かったそうですが、もはや力は失われています。懐かしいですわね。検定レオンハルトか。めちゃくちゃ強かったみたいだね。あの火炎のお兄さんにも気に入られてたみたいだし。ええ、付き合いも長かったようですから。終わったようですわね。昨夜の件も含めて聞きたいことは山ほどある。だがここではやめておかないか。村の手前の広場あたり、あそこなら少々うるさくしても迷惑はかけ。いいでしょう、あなたも構いませんわね。別にいいよ、本命はまだ来てないし。そんじゃ行こっか。本命？何のことだろう。分からぬが決着をつけるとしよう。直入に問う。この地の性質を破ってまで何をしようとするつもりだ。死者を悼む心と礼節を持ち合わせていると見受ける。なのになぜよりによってこんな場所を利用しているんだ。こういった里は別にここだけではありませんわ。帝国以外の辺境、野党不正に襲われて全滅した集落なども少なくありません。私の故郷のように。どうでもいい話でしたわね。死者は死者だよ。そして聖者には聖者の生きる世界がある。生きてあがいて苦しんで刹那の喜びと安らぎを感じながら死んでいく世界がね。それじゃあ始めようか。ランディ兄がいないのはちょっと残念だったけど、妖精に永久遊撃士もいるし結構楽しめそうかな。星座の軍用魔獣、そして敵機体の専用機体といったところか。ヴァンガード F2 スレイプニル、最新鋭の機体ですわ。私の剣技があれば無用ですが、少しは楽しませて差し上げます。数も互角か。いいだろう、俺たちが勝ったら1年半の沈黙を破って結社が何をするつもりなのか。乗った。それじゃあ妖精、昨日の決着をつけようか。望むところ。灰の機動車に銃剣、アルゼイドの娘も参りますわよ。上等だ、
かかってこいや小娘ども。いざ尋常に勝負。それじゃあやろうか。さあ覚悟しやがれですわ。させるか。とりゃお返し。いけ。お返し。この野郎。俺の番だな。こいつでしまいにしようぜ。よし、掴んだ。精進あるのみだ。やったね。やった。なかなかいいじゃん。さすが回転に至っただけはありますわね。そちらはそちらでさらに腕を上げたようだ。まだ届いてないか。銃剣も相当だし、学士のお兄さんの支援もいいけど、ねえ灰色のお兄さん、どうして本気を出さないのさ。ない。星座の狙撃兵か。クソが。もしかして敵対の。他の大使というわけか。我が名は豪気のアイネス。音に聞こえしアルゼード流の後継者とまみえて光栄だ。魔球のエンネア。うちのデュバリーがお世話になったみたいね。子供扱いするんじゃありませんわ。
アルゼイドの娘相手に礼儀など無用です。赤い星座の連隊長ガレス、お嬢のお供に推薦した。パパも心配性だよね。ま、それはともかく、改めて5対5、対戦相手も様子見みたいだし、とことんやり合おうか。まあいいでしょう。うまくいけば起動条件もクリアできそうですし。対戦相手、起動条件だと。もらったぜ。その声、8組のアシカ。私たちもいます。参る。ほう、ひなどりごときが。ブラックラビット、あなたがいましたか。久しぶりですね。アルティナ、クルタに言うなまで。ダメだ、下がっていろ。聞けません。あなたは言った、その先は自分で見つけろと。父と兄の剣に憧れ失望し、行き場を見失っていた自分に、間違っているかもしれない、だがこれが僕の一歩先です。クルト君、命令違反は承知です。ですが有益な情報を入手したのでサポートに来ました。状況に応じて主体的に判断するのが特務活動という話でしたので。それはある。すみません、教官、言いつけを破ってしまって。でも言いましたよね、君たちは、君たちの7組がどういうものか見出すといいって。自信も確信もないけど3人で決めてここに来ました。君たち、なるほど、確かに7組だな。しかもリーンの言葉が全部ブーメランになってる。くっ、何を青臭く盛り上がってるんですの。楽しそうでいいじゃん。せっかくだからまとめて全員とやり合ってもよかったけど、これだけ場が温まってたらいけそうかな。おっと、イカした姉さん、妙なことはやめてくれよな。化け物みてえに強そうだが、勝手な真似はさせねえぜ。面白い子がいるね。気候兵に乗ってるのに全然油断してないみたいだし。戦車よりは装甲が薄いって話だからな。昨日みたいにパンツァーファースト食らったらヤバいってのは分かってんだよ。その化け物みたいなチェーンソーもムザムザ食らうつもりはねえぞ。パパあたりが気に入りそうな子だけど、今は引っ込めてくれないかな。てめえ、なんだ、まさかこれも結社の人形兵器。
ストだ。ゴライアス以上みたいだね。結社の新規。クロスベル独立国に貸与され、第五機甲師団を壊滅させた。エステルたちが戦ったやつの後継機か。司法の力なしでも動けんのかよ。見事成功だね。あとはどこまで機能が使えるかのテストですが。リン、行くんだね。ああ、こんなものを人里に出すわけにはいかない。分かった、頼む。久しぶりだね。まさか。来い、灰の騎士バリバール。おお、なんで勝手に。おいおい、どうなってやがるんだ。バリマール、リン君から呼ばれたの。うん、尋常ではない敵が現れたらしい。生徒たちもいるようだ。そなたらも行くといいだろう。選ばれし者の働きですか。話には聞いてたが、とんでもなさすぎだろう。あそこまでの機動性があるとは。ミハイル少佐、ランドルフ教官も。 TMP と両方軍に連絡。この場をお願いして、総員現場に向かいましょう。なんだと。合点承知だ。あれはリン教官の。灰の騎士、久しぶりですね。まさか演習地から飛んでくるとは。来ましたわね。ですが、想定済みですわ。リン、バリマールも。相手はクロスベル独立時に機甲師団を壊滅させた機体。くれぐれも気をつけるがよい。あ、久々の実戦だが、尋常な相手ではなさそうだ。ああ、鬼神とも気候兵とも違う奇妙な力の流れを感じる。まずは様子を探っていくぞ。承知。行くぞ。行くぞ。はっ。俺の番だな。はっ。行くぞ。か、かかったか。はっ。甘い。俺の番だな。はっ。
俺の番だな。はっ、崩れた。イエイ。マイ、新規発動。行くぞ。はっ、崩れた。俺の番だな。危ない。許せた。イエイ。耐久力が低下。はっ、許せた。無双。デカブツ相手に大したもんだな。新規とやらもまた別格のようだな。とてつもない質量と装甲、それ以外にもあるみたいだね。どうしたら。結社が開発した合金グルダレゴン2ですが、ゼムリアストーンの太刀が通らないのは妙です。あんなデカブツに一気じゃ無理があるわよ。そうか、クルト君。クソが。大丈夫か。ああ、だがクラクラしやがる。インパクトは外したから機体のダメージは軽いはずだ。不本意だが任せた。ぶちかましてこいや。もしかして。ああ、任せてくれ。おかしい、いくらなんでも硬すぎる。クロスベル独立騒ぎの時には超常的な力を振るったそうだが。うん、どうやら機体そのものに不可解な力の働きがあるようだ。なんとかして流れを立てれば。助太刀します。その声、クルトか。クルト、下がれ。飛行兵のかなう相手じゃない。百も承知です。ですが、見過ごすことはできない。幼き頃に育ったこの地を最悪から守るためにも。僕自身が前に踏み出すためにも、ヴァンダールの剣、役立ててください。これは先日リンクと同じ。この感覚。アークス2を介して。内戦の時にもあった。いや、その時よりも強いつながりを感じ。もう新しい7組の子たちまで。おいおい、たまげたな。小言は後だ。あのデカブツを無力化する。奇妙な力の流れを見極め、断ち切って刃を突き立てるぞ。了解です。
行くぞ。低下、神器を使うがいい。神器発動。いいぜ。神器発動。行くぞ。
せろや。僕の番だな。そこまで崩れた。もらった。耐久力が低下。神器を使うがいい。上がれ今だ。グッド頼んだ。え、上がれ。そこまで。レンドさん、ポーキモン。いいクラスみたいだね。なんですのその力は。うん、実験は終了か。ま、最初にしては上出来と言うべきかしら。そうだね、いいタイミングみたいだし。そこまでだぜシャーリー。来てくれたんですか。ああ、他の連中もこちらに駆けつけている。オイタは終わりだ。全員覚悟してもらおうか。生意気な。ちょっと食い足りなかったけど、またのお楽しみかな。今度はちゃんとやり合ってくれるよね、両兵よ。何、なんだ、気づいてやがったか。いつの間に。あのおじ、あのマーク。なるほど、そちらの所属でしたか。久しぶりやな、クロウサギ。それに、刀身の息子。そちらは6年ぶりくらいか。西風の旅団、なんでここにいやがる。それにあんたは。まさかここに関係者一同が集まるとはな。ジョーちゃんも久しぶりだ。相手できなくて悪かったな。ま、実験は終了したから別にいいけどね。それにしても本当に生きてたなんて。バルベルおじさんと相打ちになったのはこの目でちゃんと見たのにさ。まさか。3年前に亡くなったというフィーの育ての親、西風の旅団の団長か。西風の旅団長ルドガーだ。改めてよろしくな、新旧7組。
それにフィー、ずいぶんと久しぶりだぜ。どうして。だって団長はあの時に。お墓だって作った。ゼノ、レオ、どういうこと？いや、別にお前を騙し取ったんとちゃうで。これにはいろいろと込み入った事情があってな。結果的にお前を置いて消えた理由の一つでもある。真の雇い主の要請で海援校と貴族連合に協力していたことも含めて。あの内戦で西風の旅団が貴族勢力以外に雇われていた。まあ背はそんな伸びなかったが大きくなったもんだぜ。遊撃士もヤクザな商売だが良平家業よりは100倍マシだろう。市電の嬢ちゃんにはいつか礼を言っとかないとな。団長、本当に団長なんだ。どうして、一体何がどうなってるの？サラへの伝言は俺が預かっておこうじゃねえか。遊撃士協会としてもいろいろと話を聞いてみたいからな。こっちはギルドとことを構えるつもりはねえんだが、まあ今後はいろいろと動くつもりなんで挨拶だけはしておくぜ。団長、飛び降りた？いや、この音は。まるで紫色の鬼神。さすがは刀身のライバル。今度はちゃんと相手をしてよね。いいだろう。フィー、灰色の小僧もまたな。ほなな。せいぜい精進するがいい。まったく、敵同士で何を悠長な。相手にとって不足なしだ。ええ、次の開口が楽しみね。それでは失礼しますわ。第二分校、それに遊撃士協会、幻影計画の奪還もようやく始まったばかりだ。我々と彼らの戦い、指をくわえて眺めていることね。あ、消えた。転移の術といったところか。
フィー、その何と言ったらいいかわからないけど、でもよかったな、お父さんと会うことができて。うん、団長を取り戻す。高魔城でのゼノたちの言葉がまんまとは思わなかったけど、これで新たな目的ができた。成果としては十分。そうか。教官たち、ご無事ですか？ビルス、7組も無事みたいだぜ。アッシュ、君も何をやっている？先行するな。まずは周辺の警戒を。まだ始まったばかり。僕たちも気を引き締めないとね。ああ、旧7組として第二分校、新7組としても。命令違反だぞ。確かに君たちには自分たちで考えろと言った。だが言ったはずだ、特務活動は昨日で終了したと。おまけに訓練からのエスケープと気候兵の私的な利用、正規の軍人なら軍法会議者だぞ。はい、反論できません。席は自分にあります。処分は一人にしていただけると。って、そうじゃないでしょ。責任は全員にあるかと。まあ、そのくらいにしておいてあげたら。我らもかつて命令違反は幾度もしてしまったからな。そうだね、トールズ本校が気候兵に襲われた時とか。教官、自分たちの正当性を主張するつもりはありません。ブーメランでしょうか。それはそれ、これはこれだ。教官である以上、生徒の独断専行を評価するわけにはいかない。今回は運が良かっただけで、次無事である保証がどこにある。それはおっしゃる通りです。ただまあ、突入のタイミングは良かった。え、気候兵登場の隙をついて女騎士たちを下がらせたこと。倒れたアッシュの安全確認と臨機応変な気候兵の運用、授業と訓練の成果がちゃんと出ていたじゃないか。はあ。そしてクルト、スケたち本当に助かった。君ならではのバンダールの剣、しかと見届けさせてもらったよ。はい。訓練中に7組の連中とはぐれてここまで来ただと？そんな言い訳が通用すると思ってんのか。いや、野外訓練って道に迷ったら大変だよな。さあせん
次は気をつけるっす。たく、7組の連中が抜け出すってんならともかく。そういや、誰からこの場所のことを聞いたんだ？と、8組の連中のフォローに戻らねえとな。そんじゃ教官、お疲れ。おい、たく、何を考えてるんだか。両兵王、親父と相打ちになったはずの男か。一体どうなってやがるんだ。この匂い、建物の並び、やっぱり間違いない。14年前のあの日、どうやら本当に落とし前をつけられそうだぜ。あいつらの分か？はい、お兄ちゃんとお姉ちゃん、それにレンちゃんの分も。レンちゃん、レーベさんのことが大好きだったみたいだから、出発する前に約束したんです。そうか、いつかあいつら全員ここを訪ねられりゃいいんだが。これにて初手は終了。次の盤面はどんな風に進むのでしょう。なんとかサラの代わりができてよかったぜ。訪ねたかった場所にも行けたし、第二の活動なんかも確認できた。身内を預けとくにはちょいと危なっかしい学校だが。それは正直弁解の余地はねえな。もうアガットさん、私のことは大丈夫です。あんまり子供扱いしないでください。ああ、わかったわかった。修羅場をくぐってるって意味だ。お前も相当なもんだからな。だが本当にヤバくなったら問答無用でこいつは連れて帰る。それだけは了解しといてくれ。あ、アガットさん、ダイタン、ラブラブだね。だからこいつの両親と約束してんだったら。了解しました。自分たちも全力を尽くします。私も担任教官としてちゃんとサポートしますね。及ばずながら俺もな。我らもまたしばしの別れだな。うん、ちょっと残念だけど、でもそれぞれ目的もできた。
またすぐに会えると思う。フィーはギルドの仕事をしながら西風の行方を追って、ラウラは各地の道場を回りつつ兆候を探るんだったな。僕も巡業旅行で各地の様子を確かめるつもりだしね。ドレックノール要塞といい、ちょっと心配な空気も流れてる。何かあったら連絡するよ。ああ、こっちもな。結社が再び動き始めたことや、あの巨大な神器、そして赤い星座に加えて、どこで手に入れたか知らないけど、鬼神っぽいのまで持ち出してきたし、しかも結社と対立してるっぽい。正確には彼らを雇っている何らかの勢力なのだろうが、未だ見えぬ構図がありそうだ。うん、そのあたりに気をつけて情報収集をした方が良さそうだね。すごいです。ったく、ギルド顔負けの連携だな。で、こんなメンバーが他にもいるんだろう。教官も含めたらあと7人いますね。はあ、それに引き換え、まだまだだな。確かに少々経験値の差を感じます。いや、そんなことはないだろう。実際危ないところを助けてもらったわけだしね。気候兵を使ってリーンのサポートもしてくれた。アークス2で全員つながっちゃったし。ヴァンダールの双剣術、それ以外もこの先が楽しみだ。同じ7組として今度まみえた時はよろしく頼む。あ、了解です。よろしくお願いします。アガットさんもどうか気をつけてください。古竜の時みたいに無茶したらダメですからね。いつの話をしてんだ。お前も体には気をつけろよ。えい、いつまで話している。帝国だ、そろそろ出発するぞ。良き成果であった。Thank you.